はい、琵琶湖バス釣りガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。1月の5日の、金曜日、なすびガイドをやっていきましたので、そのお話をしていきたいと思います。本日は、X さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。で、今日は朝から、まあ、風が弱くて、まあ、一日中弱い予報ではなかったんですけど、まあ、昼からちょっと風が強くなりそうな感じだったんですけど、まあ、結果的に、まあ、僕のやってるスポットでは一日、風がなく、快適に釣りをすることができました。X さんの日頃の行いなのか、風が一日穏やかな感じでしたね。で、今日は結構北上しまして、で、水深15メートルから20メートルぐらいの、ディープエリアを、魚が映ってるエリアで、数日前からよく釣れているライトリグパターン、キングエア 4.8 インチの 1.8 グラムのネコリグをヒットに、今日はダウンショットとかも入れて、1.8 グラムの、まあ、サタンワームとかのライトリグですね、ダウンショット入れて、で、ちょっと湖流が強いスポットでは、まあ、3.5 グラムぐらいまで進化を上げたりとかもして、攻めていくんですけど、なかなかちょっと食わなくて、ほんと数日前までよく反応してたんですけど、だいたい昨日が結構荒れてていけなかったので、まあ、一昨日ぐらい入った段階でちょっと食いが若干悪くなってるのかなっていう印象があったんですけど、まさかここまで食わせにくくなってるとはちょっと思わなくて、水温も結構、まあまあ水温って言いましても表層の水温が魚探の画面で表示されてるだけなので、まあ、実際にその15メートルから20メートルぐらいのディープエリアっていうのは水温が何度か定かではないんですけど、しっかりこの水温計落とさない限りわからないんですけど、まあ、ちょっと杭が若干渋くなってるかなっていう風な感じがしました。で、そこであのメタルバイブとか落としても、まあ、たまに濁いが釣れるぐらいで、ただその濁いとバスが今いるエリアが結構共存しているような感じがするので、あの映ってる魚が全て濁いとは限らず、数日前はでもそこでバスを追いかけていたので、まあ、バスが消えてるってことはあの、まあ、結構考えにくいんですけど、あの、まあ、でなんかその周りチラッとなんか本当にチラッと釣ってる方もいらっしゃったんで、まあ、まあバスはいるのかなと思います。ただタイミングとちょっとした、ちょっとしたコースが外れてたのかなっていう風な感じでちょっと反省はしてるんですけど、で、まあ、そのディープエリアでバスを触っておきたかったんですけど、まあ、釣れなかったので、まあ、そこでダラダラやっても仕方ないので、まあ、ディープエリア、まあ、引き続きディープエリアではあるんですけど、また別の箇所で、まあ、ブルフラット 5.8 インチの2分の1オンスのフリーリグを使った、まあ、最近ずっとやってる、ブルフラのフリーリグをに切り替えてやっていたんですけど、今日はちょっと反応が悪くて、釣れませんでしたね。あの、まあ、X さん本当に信じて1日やってくださってありがとうございます。ちょっと、諸事情、 X さんの諸事情でちょっと早く上がっているとはいえ、ちょっと、食わせれなかったのは悔しい気持ちですね。あの、また来月も X さんご予約してくださってありがとうございます。はい、そんな感じの一日でした。あの、まあ、冬なので、まあ、釣れないって言われても、まあ、まあまあ、あの、まあまあ、普通なのかもしれないですけど、ちょっと魚を結構追えてて、まあまあ暖冬と言われてますし、水温もまあ大体10度、11度は行ってないですけど、まあ、10度ぐらいで安定はしてるので、結構食わせやすそうな雰囲気でもありますし、現に昨日までは食わせれてたので、あのちょっと悔しい気持ちなので、明日はちょっと、修正していきたいと思います。あの、まあ、X さんほんまにいつも来てくださって、今日も楽しかったと言っていただいて本当ありがとうございます。またあの来月もリベンジよろしくお願いしますという感じで、1月5日のなすびガイドはそんな感じでした。まあ、最近ではこうライトリグとブルフラットをメインで、まあ、カバースケットも今日は2頭ぐらいやったんですけど、カバースケットもやったりとか、あの、まあ、スイムジグもやったりとか、いろいろと結構、まあ、冬のメタルバイブも入れてますね。あの冬っぽくも、ストロングな釣りを今日ちょっと貫いていこうかなと思ってるんで、もうライトリグもストロングパターンに値する、感じだなと、まあ、何言ってるかちょっとわからないですけど、そんな感じで、今日は終わりたいと思います。なすびガイドは
1月2月も募集しておりますので、下の概要欄からよろしくお願いします。というわけで皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。